ではここから、立っているところから座って、お辞儀をするまでの動作をちょっとやってみよう。一度立ちまして、一番最初の足を取れる基本の形からまいります。右足を引きます。はい、先ほどと同じくまっすぐ座る。両膝を下ろします。で、腰を下ろして、で、右足を先につくのは着物の上の部分ですね、上前が乱れにくいですね。そのために右足を先につくんですが、どうしてもこのようにこうなる場合が、乱れる場合が多いので、その時に手を添えて、これをこのはみ出た部分ですね、これを膝の下に入れてあげると、そうするとこの乱れてない形になります。慌てずにぐちゃぐちゃのままでお辞儀にかからないで、まず手を添えて、右膝、右足を少し浮かしてですね、この着物の裾を持って後ろを膝の下に入れる、はい、それから扇子を左手を添えて右手で、でこの要の方の下の部分を右手に持ち替えて抜きました。持ち替えて左手に手を置いて、でそのままこの姿をまっすぐしたまま手を伸ばした位置に、これは体型によって違うと思います。小さい方と、ね、大きい方とではこの距離感が違うと思いますので、まあ、およそ30センチぐらいなんですけども、もう近すぎるとこんな手がこういうことになりますね。遠すぎると今度取るとき大変です。背中をまっすぐにしたままの状態で前に倒してセンスを置きます。先からゆっくりまっすぐに置きます。そしてこの膝の上からやや横に指先をずらして、両膝の両脇から体を前に倒して、でずっと前に倒していって、一般的には相手の方から鼻の先が少し見えるぐらい。これが踊りになりますと、役柄によって深くお辞儀したり軽くお辞儀したり、まあ、侍の場合はまた全然違うようなお辞儀になりますが、一般的に、先生と、生徒さんのご挨拶する場合は、このように、基本形でお辞儀をして、あ、お願いいたします、ありがとうございましたという、ふうに、してまいります。こんなに深くお願いしますとやる必要はございません。問題はその気持ちだと思いますね。お願いしますという気持ち、ありがとうございましたという気持ちがまずないといけないと思います。両手がつく瞬間ぐらいまで相手の顔を少し見てですね、そこからずっと喋りながら目もやや伏せて、自然に相手の顔をここまでしっかり見て心からお辞儀をする。で、上げましたらまた相手の顔を見ます。右手でお扇子を取り上げまして、さっきと逆の動作ですね、反対に向けて左手を添えて首に差し込みます。で、もう一度立ち座りからやってみます。はい、きちんと両足を揃えてお行儀よく立ちます。背中を伸ばして姿勢よく、はい、右足を引いて
くりまっすぐ下に寄って右膝をつきます。左膝をつきます。はい、ゆっくり腰を下ろして、その乱れた部分はきれいに膝を下に入れ込んで、左手を添えて補正すると、半分回転させて右手に持ち替えます。で、そして膝に置いて、まっすぐ背中をまっすぐしたまま、手の届くところにお扇子を先から置いて、はい、一旦戻ります。両膝の脇から指先を真ん中で揃えて、ここまで相手の顔を見て、ゆっくり背中をまっすぐにしたまま、相手から鼻先がちらっと見えるぐらいまで下げます。はい、でゆっくり上げて、相手の顔が見えるところまで来たら、右手でお扇子を取りまして、180度回転させて、左手を添えてお扇子を帯に収めます。注意する点がですね、まあ、普通にお辞儀をする場合は、この肘を払わない、指先を添えます。私よく言うんですけども、この人差し指と人差し指をこの揃えた時に、少し重ねる、意識して少し重ねる、こうすると このように心がけると絶対離れないので、綺麗なお辞儀になります。要は美しくて心がこもっていたらいいわけで、どちらか一方でもダメですね。美しいだけではダメですね。全く心がこもっていないと、いいお辞儀とは言えないと思います。形と心が一体になっているとこそ綺麗なお辞儀、でも美しさは大事なので、まず指先をつけて、人差し指と人差し指を、この重ねると、絶対にこの離れることもないし、重ねるように気持ちで、お辞儀すると綺麗よと師匠になりましたので、そのように生徒さんにも伝えていきます。でもう一つはですね、一番気をつけなくてはいけないのが、気持ちが入りすぎて頭が下がる、頭を下げると、一気に形が悪くなる。ちょっとやってみます。はい、ここまでこう綺麗に、お辞儀できましたが、ここからずっと来て最後にこう頭を下げるとですね、ここまた美しくないので、背中の線と首の線、後頭部の一直線のまま、一直線のまま下げて、そうすると一番きれいです。もう一回やります。背中を伸ばして、はい、相手の顔を見てですね、ここまで来たら、ここからぐーっと一気にこう背中が丸くなる人が多いんですが、気を詰めて背中でずっと押していく、押していく感じですね。この時に息をスーッと吐けばいいんですよね。ふーっと。丁寧さを誤ってですね、もう本当に頭がこう軽くかとこう首から折れ曲がると、形が悪くなりますので、それを気をつける。肘を張らない。ね、指先をきれいにつける。背中をまっすぐ、頭の先までまっすぐしたまま、鼻先が相手にちらっと見えるまでお辞儀。